やっていきましょうか。ビヨン QU というね、前回はね結構重かったね、ミッションサクサクと言ったからと思ったらまさかのオチにびっくりってところだね。あ、 QU、 あれだいぶ髪の毛伸びたね。もしかしてこれはまさかジョディ。おお、プリンセス、うわ、久々の出会いでマジで感動。これはいいスタートだね。綺麗なレイディに成長したな。でしょでしょ、相変わらずキュートで。おー、悲しそうだ今もね。昔のことを分かってくれる、マジで助かる。ずっと会いたくてしょうがなかった。姉さん元気なのかな。それでエイデンはどうしてる？いるのか？ああ、久しぶりだな。歩かない。エイデンのことを認めてくれるって最高やな。お、手つないでる。いいね。心配した。追われてるだろ。雨降ってないか。雨上がりか。逃げるしかなかった。うんうん。仕方なかったの。今もあれなのかな？警察に、あ、そうや、同期通してる。姉さんは？ああ、昇進したよ。DPA のトップさ。小さな実験室から。随分と出世した。だよね。コール自身はどうしてんの？コールは何をしてるの？小さなグループで霊体の種類を分類して違いを研究したり、そんなところだ。あ、じゃあ今も DPA にはいるんじゃないか。やりたいことはやっている。だから。研究インフラワールドに進展は？インフラワールド。ああ、これまでよりも強力なコンデンサーの開発に何億もつぎ込んでいる。すごいな。軍が介入していなかったら、何億できなかったと。それとも何億円？難しい。あ、秘密。4番秘密っていうのが気になったけど、何だったんだ？この前の話だけど。はい。何？何か分かった？爆笑一畜生。ああ。君が生まれた日、ノラグレイという女性が DPA で子供を出産した。おう。確信に迫っていくな。だが子供は死産だった。あら、ノラ。それ以外はどう？え、どういうこと？え、あまり。二十数年前にノラが DPA の研究プログラムに参加してたことだけだ。急にそのノラグレイ、彼女は力を持ってたんだよっていう女性が出てきて、わからん場所。ノラは今どこに？ノラに話を聞きに行ったら、自分がなぜなのかっていうのが分かるのか。精神科病院にね。なるほど。出産の後からだ。ファイルを見る限り、また20年間ずっと閉じ込められてるってこと？えぐ。私のお母さんが24年間も精神科病院に。あ、そういうことか。なんで何があったの？え、じゃああの、え、分かったとはそこまでだ。あの二人は残念だけど引き取っただけで、育ての親っていう立場だったってこと？会いに行かなきゃ。見せたクソ親父と。気持ちはよくわかるが。精神科病院にいるんだよ。君の求める答えが見つかると思う。ね、答えなんて探してない。ただ会いたいだけ。そうだね。それは生みの親、会いたいよね。わからない。私の母親なの。うんうんうん。彼女に会えば自分が誰なのかがわかるかも。ジョディ、あれ、 DPA の厳重警備施設にいるんだぞ。しかも今君は国中の法執行機関から追われる身だ。簡単に中には入れない。そういうことだよね。やっぱりまだ今も追われてるわけ。どうしても母さんに会う。会いたい気持ちは抑えられないよね。コール。コール。私のために危険なことさせてごめんね。でもプリンセスのためだったらどんな危険でも犯すんだよね。ありがとう。10年くらいいたんだもんね、一緒にね。ちょ、湧くよそりゃ。ほんの1年2年一緒にいた高校の教え子に愛情湧くんだもん、俺だって。そりゃ家族のように接してきてたら。おい、湧くよな。お、どうした？呼び止めて。まさか君一人で行かせるわけないだろう。おー、最強助っ人登場。こういう人こそ相棒って呼べるべきでしょうよ。さあどうなる。まさか次のパートにもう行っちゃう。違うよね、違うよね。おっと、スニーキングミッションの次にまたスニーキングミッションが訪れましたね。さて、え、何、まさか車でぶっ嫌な予感がする。混んでいく。警備もいないし、駐車場も空だ。おお、本当に嫌な予感。何か変だ。30分で戻ってこなかったら言って。おとなしく待ってるわけないだろう。コール、コール、待って。一緒に来る。え、ちょちょちょ、コール、コール、コール。ヘイ、コール。じゃあ出ていくか。
どうなってこうなったのかっていうのがすごい気になるね。とりあえず行きますか。おい、全然走ってくれないけど、走ろ走ろ走ろ。こうエントランス、警備員もいないよね。めちゃくちゃ、あ、じゃあ警備員いたわ。え、これ帰ってきて大丈夫？とりあえずズッシュ。エイデンが今できそうなことは特にないかな。行儀よくしろよ。了解。うまくいくはずだ。え、ちょっと待って、今喋ってないよ。心の声が聞こえてきたの。エイデンと一緒にいたら心の声まで聞こえてくるのか。行儀よく、あ、ノラグレイ。どうも、あのノラグレイに面会を。めっちゃ響いてる。あ？許可証をお持ちですか。あはあは、とりあえず嘘。許可証？もう何か忘れたと思った。アメリカらしいごまかし方。面会には必ず許可証が必要なんです。あららら、ミスった。どうしよう。コール。コール、なんかない。許可証がないといけないんだって。オッケー。今回はダメだったか。え、ちょっと、え？どうする？今考えてる。そうだろうと思ったよ。それはもうやることは一つでしょう。こいつを乗っ取る。だよね。あ、やばい、エイデンの存在に気づいてる。あ、許可証はなくても実は入れるんですよ。どうぞ。おい、どの部屋か調べたか。今探す。302号室合ってたら怖い。ノラ・グレイ見つけた。違った。ノラ・グレイ7階の43号室よし、行こう。これでエイデンは、あー、よし、順調。なんで寒いの？今季節どうなんだろうな。デトロイトの時みたいに11月何日とかね、ああいう表記があったらいいんだけど、これが今何月かわかんない。でも服装的に秋か冬かってところだね。あ、何？どうする？エイデン。あ、はい。なんとかドアを開けて。了解しました。こっち。なんだ？何もびっくりしない。先にガードの気をそらさないと。そうだよね。まず、まあこれは失敗するっていうオチになってたのかな。じゃあどうする？どれで壊す？まあこれでも普通に壊す。オッケー。ナイスエイデン。よし。じゃあドアを開けて。行こう。あっちを切っちゃったら、え、行けるの？いやー、せめて身を隠しながら行った方がいいと思うけどね。コールもめちゃくちゃ堂々と歩いてんな。じゃあ。覗いて。誰かいる？なんか、え？何かあるはず。そうだよね。この裏から、あれ違うな、開けれない。どうしたらいい？へい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 。何かあるはず。ピンポンができる。何か、あれ？ないね。なんかめっちゃ調べてる。何かあるはず。ああ、この人を憑依したらいいのか。あ、とりあえず監視カメラを出しておかなきゃいけないよね。全然誰も何も気づかねえのか。監視カメラの数少な。ああ、これじゃ遠すぎる。あ、マジか。どうしたらいいかな。こっちもすりゃいけないよね。どうするべきだ。誰か憑依したいけど、ああ、え、これを、でもこれぶっ飛ばしたって仕方ない。そういうことか。起きない。なるほどね。こいつめがけて椅子をぶっ飛ばす。これで起きた。起きねえ。じゃあこれでガラスをバリン。なんだなんだなんだ。こいつでも監視員か何かか。こんなクソのんびりしてていいのか。さあ乗っ取りましょう。さあ白目の時間だ。私のカードキーを使えば誰でもここへ侵入できます。さあどうぞ。なんとかノーマンって書いてあったね。かなり暴力的。そうそう、でこれをこれをこれをちょうだいちょうだいちょうだい。失礼。なんかできるかな。あ、ホットコーヒー飲んでかない。コーヒーちょっといっぱい飲みたいな。
夜中に一人でプレイしてるとね。てか今回ホラー要素ない、大丈夫？指紋残しまくって大丈夫なのかな。43号室だったよね。でよかった、監視カメラ潰しといたからね。でも他の監視カメラがあるかもだから。ダグ、どうしたどうしたどうした、君が悪すぎる。え、どういうことどういうこと。さっさと43号室を見つけよう。あ、ちょっと待って、でもその前に監視カメラがあるかと。本当に監視カメラなさすぎへん、ガバガバや。43号室あったね。でもこいつ潰しとかないと。え、潰せない、マジか。潰せないのか、そっか。じゃあ A で、あ、あったね、監視カメラ潰しとかないと。あれでも監視カメラ、あ、めっちゃ歩いてるやつおる。で、こいつも、あ、潰せないね。あ、違う、コールか。がっつりコール歩いとったら、あなた映っちゃまずくない。で、ここら辺くらいから監視カメラを、そうそうそう、潰しとかないと見つかった時がまずい、ね。43、あったぞジョディ。よし、し、し、し。ナイス。ナイスなんだけど、そんなに大きい声出しちゃダメでしょう、ね。さあ、ピピ。ここで待ってる。ジョディ。どうしようかな。正気を失ってるかもしれない。あの懸垂を。君のことまるでわからないか。警棒も振り回してきたりとかしてさ。やっぱりやめた方が。バーマンとか言って出てきたら、ね。いや、入るよ。ここまで危険を犯してきたのにママと会わないなっていう選択肢はないからね。さて、ママなの？ちょっと待って、めっちゃ離れたところから出てきて。あ、でもなんかちょっとなんとなく似てる。え、え、今ちょっと 目一瞬おかしくなかった。え、ギョロッ、え、気のせい？気のせいか。すいません、懸垂はされないんですか？母さん、私、ジョディ。そっか、精神いっちゃってんのか。手を差し伸べることで。あれ？ちょっと待って、いっちゃってる？手握ってあげよう。冷たくない？大丈夫？あったかい。これが母親のぬくもり。あなたの娘。そうか、そういうあれだったんだね。グレイ、ジョディ・グレイだったのか、本当は。本当に、でもそもそもジョディって名前なのかどうか、ちょっと。まあでもジョディはあれか。ファーストネームだからね。ファミリーネームはあれだもんね。QU。いや、コールマジでいいやつ。コールが MVP だよね、このゲームのね、本当に。だって、エイテ。え、まさか乗っ取る？え、そんなことしていいの？マジか。やるんだ。母親がどういうあれを辿ってきてるのかって奇跡を見るんだね。あ、そういうことか。だからずっと監視されて力を持ってて、それが娘に気づかれてる。あ、喜んでる。前任者が母親も父親も両方力がある。この赤ん坊がどれだけ貴重かわかるか。実験台にされてたわけだ。君には無理だ、ノラ。すべて私たちに任せてくれ。それが一番だ、わかるだろう。でも私の赤ちゃんよ、返して。気が変わったの、赤ちゃんを返して。早く眠らせろ。お願い、子供を外に出して。あ、これか、これか。なんかあったね、何かのパートでこのシーンあったよね。お母さん、赤ちゃんを返して。お母さんが暴れてるっていうシーン。あの子は特別な力を持っているかもしれない。何かおかしなことがあったらすぐに連絡をくれ。にもかかわらず化け物だっつって、二度と意識が回復しないように。そんな薬あるの、マジか。ごめんなさい。いや、ジョディが悪いわけじゃないよね、これ。え、こんなの、ごめんなさい、こんなのが認められてるの、やばくない？世界って私のせいで。ジョディ、何の罪もないでしょうに。でも母親の力を使っちゃう娘。あ、今エイデンが声かけた。このまま母親を放ってくる、放ってくのかって。ワッツ。ウロボロス。返してエイデン。早く返して。うん。え？あ、ウロボロスから解放された。私の子。
全身世界で会うことができた。あ、だからか。だからかって何のだからかなんだけど、同じ力を持ってるからこの精神世界で会うことができたんだ。なるほどね。って考えるのが筋っちゅうか。もう二度と会えないと思ってた。会えたよ。お母さんに会いたいし、ね。会いたかったわ、ジョディ。似てるね、やっぱり、ね。本当に会いたかった。特に目元とかすごい似てる気がする。何があったの？何をされたの？与えられた薬で魂が閉じ込められた。そんな薬あるの？どうしようもできなかった。もなんか死ぬのを待つしか。いわゆる白い薬しか思い浮かばないんだけど。私が逃がしてあげる。助け出すから。もう遅いの、ジョーディ。ごめんなさいね。遅いのよ。そんなことよりも、ジョーディが幸せになっていくっていうことの方が、世界中の何よりも。このお母さんにとっての何よりも願い。それだけは変わらないわ。だよね。うん、同じもんね、なんか自分がどんな目にあったとしても、とにかく嫁さんと娘が無事で幸せに暮らしてくれればいいと思うんだけどね。でもそれが多分今のそのジョディの気持ちじゃないけど、嫁さんとか娘とかの方の気持ちからすると、いやいや、パパもいてくれないとダメなんだよ、旦那がいてくれないとダメなんだよみたいなね、なると思うんだけどね。でもね、守りたいって思う側はね、常にね、その守りたいと思ってる人たちが幸せだったらそれでいいんですよ、本当に。さて、なんかまだできる。これまさか心臓止めるとか。あ、違う。脅威できた。え、あ、嘘、エイデン、あ、やっちまった。いいの、それで。そばにいる。うわ、びっくりした。そばにいたいよ。とどめ刺したよ。あ、やっちまった。なんかてっきり最後に、あれ、おお、マジか。ありがとう、お母さん。で、これ出てったらなんか修羅場待ってない？大丈夫？コールは？だよね。すまない、ジョディ。なんとなくそんな気がした、やっぱり。そんな予感がしたよ。さあ、シンドバッドの冒険だ。人生は冒険。どこ、ここ？縛られてる、これ。違うね、縛られてないね。あれ？盆栽？くたばれ！このネタ分かる人いるかな？去年、あ、ナポレオンがいるね。あと、堕天使マリーみたいなのもいるけど。どこ、ここ？あの、すんごいトイレに行きたいんだけど、今。トイレに行きたいけど、なんか続いちゃってるから、ワオ。誰かの脳かな。てか、このモニター破壊しちゃえばいいんじゃないか。で、出て行こうとしたら、なんか次の展開行くみたいな。ああ、ご立派ですね。おっさんやった。あれ、同じ像が2つ。なんだ。で、これはどう考えてもシンドバッドの冒険だし、ナポリオン。じゃないね。顔かわいい。そんなもんかな。何したらいいんだろう。とりあえずなんか捕まっちゃってる。なんか調べられるものはないかな。なんか写真ある。写真。わー。うわ、すげえ。なんかインチキ臭そうな写真。てか、こんなところで目覚められたら困るでしょ。だっていろいろさ、こんなん壊されたりとかしたら、もう終わりじゃない？エデン、やっちゃいな。やれない。写真ある。違うわ。あ、え、これ、え、これネイさんじゃね。ネイさんの部屋に連れてくるのに、なんであんな荒々しい方法を取ったの。演出にしては痛い演出だよね。これ触れる。で、シャカ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 振って、なんか白い粉、
白い粉が舞うっつったら、久しぶりだな、ジョディ。エイデンも一緒なのか、残念だ。あれ、終わり、何もないのか。エイデンを亡くした死者の死ね、それはライフストリームと共に星を巡り、やがて星を侵食する。私の望みやな、ジョディ、この星と共に宇宙の闇を旅することだ。かつて母が、モイカ。ここまで言ってわかる人いたら、まあすごいね。え、あ、何これ、あ、これがあれか、なんとかワールド、イノセントワールドじゃなくて、未だにちょっと理解できてない。何だったっけ、パラレルワールドじゃなくて、それ、あ、史上最も強力なコンデンサーだ。コンデンサーだ。驚いたかい、姉さん。久しぶり。メガネどうしたの？もしかしてアイシエルした？もしくはレーシック？本当に無事でよかった。なんで私殴られたの？ねえね、痩せたな。疲れた顔して。それは仕方ないよ。だってずっと逃げてるんだもんよ。でも生きて会えた。そういうこっちゃ。オフィスに行こう。あ、お戻りなさいって。戻ります。さあ、どうしたどうした。さて。ああ、でもどうした、なんかネイさん嫌なやつになってる、もしかして。そんなことない、最悪。なんて殴られたんだろうね。あいつら頭思い切り殴るんだもん。そうだよね。すまない、乱暴するなと言ったんだが、まずなぜあんな警戒していたんだろう。コールはどうした。家だ、大丈夫。君を助けたかっただけだ。昨日のことでコールが罰せられることはないよ。あ、ならいいんだけどね、うん。そう、ママは母さんに何があったの。最後とどめさしたのはでもジョディだよね。うわぁ、語りづらそう。ノラは不安定だった。実は彼女と赤ん坊を危険にさらす可能性があったの。そんなことありえない。リスクが大きすぎた。私はその頃ただの研究員に過ぎなかった。その時の私がこのことを知ったのは随分後だ。じゃあ偽の両親だったのか。全てが嘘だったの。あの両親すらも。他人に両親の振りなんかさせて。そうだよね、うん、DPA は安定した情緒環境が必要だと思ったんだ。いいえ、両親の愛、だから多分、ね、普通の生活、良い状態で君を研究したかった。研究？あ、言っちゃった、研究したかったって。研究だっ て。あー、ネイさん口滑らしたな。本性荒らすんじゃない。私は何なの、ネイさん。ラボのネズミと一緒。そういうことだよね。私はまだ子供だったんだよ。うわ、やっちまったな。小さい子供だったの。君はリンクだ。え、こちらとインフラワールドとのリンクだった。ずっと待ち望んできた存在だってこと。え、つまり左手の甲に勇気のトライフォースが宿ってマスターソードぶん回してハイリエの手で光線跳ね返して CIA に私を引き渡す気。それがあなたの計画。ここに連れてきたのは君にできることがあるからだ。彼らは君の協力を望んでる。やっぱりこの人はどこまで行ってもあれだね、怒る。私を殺そうとした奴らの手伝いをしろっていうの。それがあなたの望みなの。いいか、ジョディ、信用しろって。奴らの犬を、母さんのことも両親のことも嘘をついていた。どうして。お金、権力、名声のため。こういう人たちはお金も権力も名声もいらなくて、ただ単に興味本位の研究を続けたいだけなんで。ある国がインフラワールドを発見した。インフラワールドを操りコントロールできると思っている。何を相手にしているか分かってないんだよ。もし霊体がこちらの世界に侵入したらどうなると思う。一緒に暮らす。私には関係ないことでしょう。いや、そうは言えないんだね。君はインフラワールドを誰よりも理解している。エイデンがついてるから、そうは言え認識してもらえないんだよね。CIA の仕事でしょ。私は関係ない。あれ、あなたももう CIA じゃないの。まあ、試合終わった立場だから。取引をするそうだ。協力すれば、うん、君は自由の身だ。それだけ違うね。1兆円よこしなさい。道が開けば何が起こるか分かっているだろう。ちょっと痛い目に遭います。世紀末が訪れる。肩パッド。君にはそれを止める力がある。肩パッド。ノラ、なんかすごい中途半端なところで終わりましたね。ドーキンスについて尋ねた。あ、そうだね。パネルを使う。そうだね。パネルを使わないでガードの、あ、血を引かずにあれなのかな。あ、ノラの命を絶つって結構やるんだったね。あ、名前、父親の名前聞いてね。
エイデンを使って病室を探し回らなかった。うん。探してない。めちゃめちゃペンダント取ってる。むしり取ってる。なるほどね。さあ、いよいよ、ちょっとドーキンス博士がね、裏切り者だっていうことが分かってきたよね。そのジョディの個人的な事情によってね。はい。でも多分ここでまた一旦過去モードに戻るんでしょうね。はい。まあ、ちょっと真相がね、面白くなってきたところではあるんですけど、今日は一旦ここで終了したいと思います。ということでまた次回お会いしましょう。バイバイ。